だから私は移すって言ってたじゃないですか。それがそれはわかります。だから私は別に代表移していいんですよ。普通に私は持ってくるって言ったのに、どうしてだったら今日すぐに持ってきたらいいじゃないですか。だから私は移すって言ってるじゃないですか。だからもう遅いです。別にお金じゃないし、自分もお金もういいです。こんなにこじれてるから。だから私は別に100万円も欲しくないし、最初からそんなこと言ってないし、代表も渡すって言ってるじゃないですか。だったらすぐに。だから代表移すって言ってるじゃない。なんでそういうこと。なんかいや、代表移すって今説明してる。でも代表移すのって立花さんがその借りてる方を安心させるためですよね。安心。だから意思表示したじゃないですか、ずっと代表を降りますと。だから普通に私渡しますよ、もう今言って。それでいいですよね。だって普通にそうしないと党が回らないんだから。私党を潰したいなんて思ってないです。できればさっきだから朝聞いて私はとてもびっくりして、だからまあそういうね、献金のことが起きたんだなってことを今知りまして、だから普通に私はもう代表を返すと言っているじゃないですか。だから言っていや、だから結果はもうハンコを持っていきますよ今日。それでいいじゃないですか。じゃあ斉藤さんが誰。斉藤さんでいいじゃないですか。斉藤さん、斉藤でいいの。はい。なので私はそもそも立花さんの信頼で成り立っている党で、そんなことは理解してますと。立花さんが軸で、立花さんが決めたことが全て反映されるし、それにみんながお金を貸してくれってことは理解してるから、私がどうしたいとかそういうことじゃもちろんないですよねと。だから代表を渡しますと。だけど私は代表を渡すことです、もちろん。はい。でもそれで決定で決定でいいんじゃないですか。だって当たり前ですよね。私がここで自我を出して、私の感情のために私はとどまります、乗っ取りますかというわけないじゃないですか。同じように署名が必要なんです。そういう原因を作ったのは少なくとも俺であり、黒川君であり、大津さんなんだから、みんな潔く身を引くのがいいのではないでしょうかと。だから私はね、じゃあ何がしたいの、こんなところに留まって印鑑を渡せばいいじゃんって思いますね。印鑑を渡さないと党としての活動が維持できないから、そうしますよ。だけどすれば、だからそれを代表を移すってことはもちろんそのつもりです。